今回レギュラー番組となることが本当にレギュラーになったんですか。万博が終わるまで、はい、へーそうなんですか、はい、本気で喋ったら一回で終わらす自信はあります、はい、新保二郎の万博ラジオ。皆さんこんにちは、新保二郎です。こんにちは、 ABC アナウンサーの福戸彩です。新保二郎の万博ラジオ、この番組は万博をこよなく愛する新保二郎が2025年の大阪・関西万博についてさまざまなゲストとともに詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です。最新情報はもちろん、今後の課題やワクワクする情報まで毎週ぜぜひひでお送りします。噂によると、はい、何か福戸さんから何かお知らせがあるというふうに聞きました。そうなんです、あの私この万博ラジオという万博に関するラジオを担当しておりますので、ほうほう、もっと私も万博のことを知りたい、そう思いまして、万博につながるイベントに来週行ってきます。え、万博までまだ2年近くありますよ。1年半か。あのそのイベントというのが、京都府京丹後市の丹後万博という SDGs のイベントなんですが、丹後万博、はい、でこのイベント企画と運営をすべて市内の高校生たちが行って、市内ってどこの市内ですか。京丹後市内ですね。ほうほう、京丹後市内の高校生たちが行っているそうなんです。で博覧会協会も講演についていて、この生徒たちが万博の勉強をした上で地元のオリジナリティを盛り込んで開催しているということなので、実際に私も来週行ってきて体感したいなと。1日だけですか、一定期間やるもんなんですか。28日1日だけですね。どんなことやるんですか。本当になんか高校生が京都京丹後市のオリジナリティを盛り込んだ展示コーナーだったり、はあ、販売コーナーだったり体験コーナーがあるそうで、へー、このスケジュールメニュー見ていてもすごく面白そうなものを並んでますね。あ、京丹後ですか、はい、懐かしいな。1980年代前半に取材に行きました、うん、結構ね、私ね結婚してから子供が生まれて、はい、子供を連れて丹後半島の北側の日本海側に面したところのキャンプ場でも何でもないただの砂浜に、子供を連れて行ってテント張ってですね、キャンプして、そしたら明け方に日が昇ってきて強烈暑くてですね、うわ暑いとこだなっていう、そういうイメージが私はあの丹後半島の北の方にはあるんですが、でも日本海の夕日とか朝日綺麗ですよね。素晴らしいとこですよ、はい、素晴らしいとこなんだけど、うん、その80年代前半に取材に行った時の取材テーマは何だったのかというと、あの電気通ってない民宿があるっていう。本当ですか。嘘だろう。え、1900何年か。80年代80年代前半でも関西で電気通ってないとこなんかまあ普通はなかったんですが、ところが確かに京丹後市、今の京丹後市のエリアでいうと海岸線とか人がいっぱい住んでるところは、はい、当時からもちろん電気が来てますが、うん、そうです、80年代の前半で丹後半島の真ん中辺の牧場兼民宿みたいなところに取材に行ったんですが、そこはランプ生活だったんですよ。そうなんですか。まあでもここは丹後ちりめんとかね、あの辺、うん、結構あの伝統産業もたくさんありますからね、はい、ぜひそれはちょっと距離ありますね、行こうと思うとね。いやでも楽しそうですよね。来週28日の京丹後市丹後王国食の都というイベント、私も食べ物が中心なんだ。食のコーナーもあるみたいですね、私も実際行ってきますので、皆さんもぜひ来ていただきたいなと思います。それはあれですか、この番組で報告があったりするんですか。そうなんです、また行った後に実際どうだったのか、取材してきた様子もお伝えできればなと思っています。頑張って取材してきてください、はい、しっかり勉強してきます、はい、この後は万博ニュースヘッドラインです。新保二郎の万博ラジオ、大阪関西万博ニュースヘッドライン。先月9月の主な万博関連ニュースです。経団連の徳良正和会長は先月20日万博の開催について現時点で撤退するという国は1カ国もない、不退転の覚悟で石にかじりついても4月13日の開幕を成し遂げたいと述べました。日本建設業連合会の宮本洋一会長は先月22日改めて万博会場の建設について間に合うかどうかは全くわからない、我々の感覚から期限も過ぎていると考えていると述べ、
一日も早く詳細な設計を提示してほしいと呼びかけました。一方で続々とパビリオンの起工式や詳細発表が相次いでいます。先月11日日本政府が各国の首脳らをもてなす日本館の起工式が行われたほか、19日には独自にパビリオン建設を進める3カ国として初めてチェコが建設申請を行いました。また万博会場のシンボルとなるリング状の大屋根の一部が姿を現しています。日本ガス協会がパビリオンの詳細を公表し起工式が行われました。パビリオンの外側は大阪ガスが開発した高性能高耐久の光学フィルムを使用、鏡状になっており見る位置や時間帯によって表情が変わるほか、太陽光や大気からの熱を遮断して吸収を抑え館内の温度上昇を抑える役割を果たします。日本建設業協会連合の会長さんが、間に合うかどうかは全くわからない。ただこの建設業に関して言うとですね、別に日本の建設業だけについて何か言おうっていうんじゃないんです、実は世界どこでもそうなんです。あのね、建設業って割とね閉鎖的なんですよ、それぞれの国で。なんでかっていうと他の商品みたいに国境を越えてやり取りができないんですね基本は。まあそうですよね、その国の中で建設すると、はい、そうすると例えば今回の万博のいろんなパビリオンにしたところで、このもの建物をいくらで作ってくれますかっていう時に、行政はあのいくらからいくらまでっていう範囲を、だから行政の中に建設の専門家がいて、これだけの建物を建てるんだったら大体例えば 100億円から120億円の間ぐらいの値幅でできるだろうと。で最低価格が100億円で、はい、上限が120億円で、その中でだけどそれは明らかになってないけど、皆さんいくらなら受け負ってくれますか、入札してくださいねって言って、まあ、いろんなやり方あるんだけど、基本的にはその2つの数字を隠して皆さん入札してください。ところが昔からこれよく本当は違法なんだけども、談合っていうのが建設業界では行われてて、この予定価格ってやつが漏れちゃうんですよ。で漏れたら当然あの上限ギリギリで入札するとか、どうしても入札でしたければその下限の100億のギリギリで100億1円とかで、とかそういうことができちゃうので絶対漏らしちゃいけないんだけども、伝統的に日本ではなぜかそういう価格が漏れて建設業が談合して、まあ、みんなが儲かるように順番に仕事割り振っていきましょうねみたいなことが行われてたんだけど、今の維新になってから完全にガチンコで競争をやると、ガチンコで競争をやると、どうもねやっぱりみんな嫌がってるところが業界はあって、そうなんですか、今までは談合で順番に仕事回せてたのにガチンコで談合をやられたら、それ安いと安く入札したところしか受注できなくなっちゃうんで、そんなことしたら業界の秩序が乱れると。今回どこもあのどのパビリオンも最初応札しなくて、それであとじゃあ随意契約でってなってるんだけども、もともとのいくらからいくらまでの範囲って専門家が範囲をつけてるんだけど、その中でどこの業者もうちがやりますって言ってこないっていう事態が、ちょっとやっぱりこれ日本だけの話じゃないんですけどね、ちょっと建設業の在り方みたいなことを、まあ、一つ問うって言っても今もう万博の側は余裕がないですからとにかく間に合わせなくちゃっていう、そうですね、となったらどっちが強いかというと、普通は大体あの発注する仕事発注する側が強いもんなんだけど、今この状況の中で期限が決まってるとどんどん仕事発注する側が弱い立場に追い込まれていってる図式がね、だからこういう話はね、ちょっとずつ前倒しに前倒しにちょっとずつ早め早めにやらないとそういうことになっちゃうと、そういう話です。なんかちょっと暗くなりますね気分が。いやだから上げていきましょう、はい、大丈夫、どんどん上げて上げて、ほら建築費だってほら、ね、2300億だから上げて上げて違うだろそれ、はい、この後は若い世代に万博の魅力をどう広めていくのか、立命館大学の万博学生委員会大木にの代表新谷夏樹さんにお話を伺います。辛坊治郎の万博ラジオ。ここからは若い世代に万博の魅力をどう広めていくのか、今年4月に設立された立命館大学の万博学生委員会大木にの代表新谷夏樹さんにお話を伺います。
新谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。素朴な質問なんですけど、今年、はい、万博学生委員会が発足したのはどういう背景なんですか？そうですね、背景としては立命館大学が主に最初ワークショップという形でこう学生がこう社会に対してこう課題解決に取り組むということがやはりこういい機会になるだろうというところで、まずは大学側が主催してワークショップを開催してくれたんですが、ほうほう、まあ、その中でこうやる気のある子たちみたいな、そうですね、やる気というかパッションがある子たちがこれから学生団体としてやっていきたいですという ところで集まって、万博学生委員会というところが発足しました。新たに夏樹さんは今何回生？今3回生ですね。3回の秋になろうとしてるということは、結構就職が佳境に差し掛かるんじゃないの？そうですね、今さっきほど本当に直前ぐらいまで面接を受けて本日参加させていただいてます。そうか、今面接もオンラインで行ける時代だからな。そうですね、いい時代になったなと思います。ああ、そうですか。でもそれ3回となると来年ぐらいまで就職決まるまで落ち着かないっちゃ落ち着かないよね。そうですね、落ち着かないといえば落ち着かないんですが、でもやっぱ学生っていう期間の中でこの万博に取り組むことができるのって本当に短い期間だと思うので、こうハーフハーフというか万博にもうまく取り組んでいきたいなってずっと思ってると思います。なんで万博なの？やっぱり立命館大学、僕出身が静岡県なんですけど関西に進学できるというところで、で2025年に大阪関西万博があるっていうのを聞いて、これはやっぱ参加するしかないだろうと、人生に一度あるかないかのチャンスだなと思って、ぜひっていう形で参加します。いいね、前向きでいいよいいよ、いいんだけどさ、だけどどうなの、人生の中で、新谷さんの人生の中で万博って、過去行われた万博って何か接点があった？例えば名古屋の愛・地球博か、あれはいつかぶってる？いや、実は行ったことがなくて、はあ、まだ歴史。お話は始まったばかりですが、今日のところはこの辺でお別れです。辛坊治郎の万博ラジオ、また来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。さようなら。